ついにウリナラランボー2が公開されました。世界中の関心を集めた戦いの結末とは。あなたは涙を抑え切ることができるのか。6月23日南北境界線のすぐ近く、 DMZ と呼ばれる非武装地帯の森林に彼は潜んでいる。仲間はいない。頼れるのは自分だけである。昨夜からの戦闘で弾薬は減り、残りは約30発。朦朧とした頭でランボーは思い出した。昨夜はうるさい声でババアが叫んでいた。もう聞きたくない。あの声に楽しい思い出など一つもないのだ。明けても暮れても勉強、勉強。あの声は勉強しろというために存在していたのかもしれない。サムスン以外への就職は許されないと言ったあの鬼の形相。そうだ、俺はあの時すでに壊れていたのだ。木々の間から漂ってきた冷たい風がランボーの記憶を現在に戻した。朝日で輝く時計を見てつぶやいた。8時半か。その時である。腕時計のガラスに映った光を彼は見逃さなかった。敵襲。ランボーは身を伏せて耳を澄ました。周りには20人以上の敵が迫っていたのである。その頃ウリナラ正規軍の隊長は悩んでいた。試作のお母さん作戦が失敗に終わり、これ以上の被害を出すわけにもいかない。しかしこのままランボーを放置していると我々も海洋警察と同じ道を歩むことになる。無線交信の雑音の中で彼はつぶやいた。そろそろ決着をつけるか。6月23日午前8時、ウリナラ正規軍はランボーを倒すべく、よりすぐりの兵士による特攻連隊を組織して最後の戦いを決意したのである。20名の隊員は目で合図を送り、ランボーの元へと出発した。ランボーを囲うように特攻連隊が近づいてくる。 K2 ライフルの照準を覗きながらランボーは思った。まだ負けられない。そしてランボーは引き金を引いた。命中しなかった。いつものことだ。装備ぐらいまともなものが欲しい。その時である。ランボーの頭をかすめるように銃弾が交差した。前後左右から狙われている。もうダメだ、寝ちゃおう。諦めかけたその時である。撃たれた。突然叫び声が聞こえたのである。ランボーはうつ伏せた姿勢のまま、俺は撃ってませんよ、つぶやくことしかできなかった。ランボーが放った銃声で特攻連隊が錯乱し、同士撃ちを始めたのである。ランボーの静かな心から悲しみが溢れ出してきた。なんて情けない軍隊なんだ。俺はこんなに恥ずかしい軍隊でいじめられていたんだ。ランボーの目から溢れる涙が止まらない。親父。ランボーの涙の奥に親父の顔が浮かんだ。なぜだろう。親父に会いたい。理由はわからない。ランボーは立ち上がって叫んだ。親父と話したい。携帯電話が欲しい。しかし誰もいなかった。錯乱した特攻連隊は負傷者を抱えて撤収していたのだ。ランボーは両手を上げながら膝から崩れた。そして天を仰ぎながら叫んだ。誰か携帯電話を届けてくれ。祈りが天に通じたのか、天を仰ぐランボーの足元に iPhone が投げ込まれたのである。ランボーは iPhone を両手でつかみ、なんでサムスンじゃないんだ。リンゴマークを見つめていたランボーは、そうだ、ブログに投稿しよう。ブラウザーを開こうとしたその時である。大きな音で音楽が流れた。ジングルベル。
ランボー元気か、親父からの電話だ。元気なわけねえだろう。元気そうだな。親父、俺もうダメかもしれない。うん、それだけかよ。最後に親父らしい言葉が欲しいよ。お前は十分に戦った、俺の誇りだ。親父ありがとう。ランボーは目をつむった。左の胸に銃口を当てて引き金を引いたのである。つむった目からは最後の涙が流れ落ちていた。ランボーは目を開けた。ここはどこだろう。ランボーの目に映ったのは親父ではなく、あの憎き隊長の顔であった。続く。それではまたお会いしましょう。